こんにちは歴史家の伊沢元彦です私は今来年の北京オリンピック冬季大会のボイコットを全世界に訴えていますなぜそんなことをしなければならないのかそれは中国をこのまま放っておけば世界最大の民主主義弾圧組織になるからです 実際に中国の支配下に入った香港では返還時にイギリスと民主主義体制は50年間維持すると固い約束を交わしたにもかかわらず中国共産党はこれを保護にしご存知のように多数の活動家を逮捕し有罪としましたそして政権批判を繰り返してきた新聞リンゴ日報はついに廃刊に追い込まれました それだけでなく中国共産党は本来独立国であったチベットへの侵略。現在、新疆ウイグル自治区ではジェノサイトと認定されるような大規模な民族弾圧まで行っています。中国の暴挙、世界がこのまま許せば香港の運命が明日の世界の運命になるということもあり得るのです。北京オリンピックが成功した暁には 中国共産党がその力をより強めるのは確かでしょう。では、香港の例にあるように、中国共産党はなぜ民主主義を毛嫌いするのでしょうか。中国が一党独裁の共産主義政権だからと思っている人も多いことでしょう。実際、それは正しいのですが、共産主義発祥の地ソビエト連邦では、党の昔に滅んでしまった共産主義独裁政権が、 なぜ中国においては長続きしているのかその理由を歴史的観点から分析します一言で言えばその理由は中国のエリートの伝統的思想である儒教が民主主義と全くなじまず共産主義とは極めて相性の良いものであるからなのです儒教は紀元前6世紀中国の孔子によって始められました。 講師の言葉の中で最も注目すべきは、快力乱心を語らずです。これは、神や来世や超自然的なものについて一切語るべきではないという意味です。講師の弟子たちは徐々に師匠の教えを先鋭化させ、神や来世などを信じるのは愚かなことで、そういう人間は迷信にとらわれていると、 宗教を信じる人たちを軽蔑の目を持って見るようになりました。そして中国では皇帝を補佐し国家の政治に参画するエリートを儒教の試験で選ぶようになりました。この試験自体はどんな階層の人間でも受験は許されましたから、そこで社会的公平性も確保されると考え,考えられました。つまり、 人間には努力する人間と努力しない人間がいて、それを選別するのが合理的であり、その結果人間が全て平等などということはあり得ないという確信につながったのです。もともと儒教は人間の上に立つ絶対的存在、つまり神を認識しないのですから、エリートとして選別された人間たちが絶対的な存在であるという概念も たく生まれまれしたその絶対的存在が今の中国共産党ということになります近代になって生まれた民主主義はアメリカ独立宣言が典型的ですが神という超越的な存在を認めその前では皆平等だという形で生まれていますところが儒教の概念を基盤にする中国ではこの考え方は 神を信じるという迷信に基づく極めて非合理的な考えとしか受け取られないのです。儒教体制は様々な問題点があって新しい時代についていけず一旦は滅びましたがその根本的な考え方は今の共産主義に受け継がれました。第一に無神論 つまり合理的・科学的に証明できない神や来世などを信じるのは本当に理性的な人間のやるべきことではないという確信。そして第二にその確信に基づき人間には優れた人間と劣った人間がいて選ばれたエリートが劣った人間を支配するのは当然でその方がうまくいくという考え方です。 もちろん中国にもキリスト教徒も仏教徒もいますし、人間は平等であると考える人もいます。しかし共産党の中核を占めるエリートはそうではないのです。だからこそ彼らは、チベット人やウイグル人を宗教という迷信を信じる人々とみなし、共生するのが正義だと信じています。 また一時外国の支配を受けることによって民主主義という迷信が定着してしまった香港と台湾を何とか正しい共産主義を持って強制しようとも考えています。これが現状です。今後中国人の中にも民主主義精神を持つ人が増えることを期待し我々は中国共産党がこれ以上勢力を伸ばさないように 世界的に中国を監視し、抗議していく必要があるのです。そのためにも、北京オリンピックをボイコットすることは意義のあることなのです。短い動画では説明しきれない部分もあります。これについては私の、An Upside Down History of the World Volume 1 The Rise and Fall of Ancient Egypt and c o n f u c i a n China を合わせて読んでいただくのもいいかもしれません。過去におけるドイツのホロコーストをはじめとし、未だ世界の様々な地域であらゆる悲劇が絶え間なく起きていることを私たちは忘れてはなりません。繰り返される悲劇の歴史を断ち切るためにも、人間としての良心に従い、毅然たる姿勢で人類の悲劇に臨む義務を私たちはまさに今課せられているのです。 それにはまず中国共産党の危険な暴走を断固として阻止すべきだと私は信じて疑いません。これは長年歴史研究に携わってきた私からの警告です。